ゴジラ春馬を応援に駆けつけます。ゴジラ春馬を応援に駆けつけます。いよいよこの2人によります。キックボクシング頂上決戦、一発が当たればわからない、そんなハードヒットを起こります。江端瑠衣、さあ一発で一撃で全てが変わってしまうのが格闘技。勝ってさらなるスターダムへなスター転身、一方勝って人生を変えられるか江端瑠衣。さて小野寺さん、はい、よく知っているこの2人だと思いますよ。はい、そうですね、もう僕から見ているこの選手ですけども、前畑君はサウスポーの、天使に対して、右のミドルですね、はい、あと右のストレートを、蹴って打ってくると思います。なるほど、天使はですね、その隙を与えないでもう最初から出てきますね。一発一発がですね、まあ、エマタも強いんですけれども、那須川天使もプレッシャー積極的ですね、いつもより前に出てますよね。そうですね、そうですね、ぶっ倒しに行くしかない戦術でした。それと相手がね、あの江端選手ってことなんで、はい、気合が入ってると思います。そうですね、そして特別解説堀口さん、はい、堀口さんは素晴らしいと見ていた最後の試合、はい、そうですね、まあ天心選手がすごい序盤からペースをつかみに行ってますね、さあ右のハイキック、確かアウトの上です。そしてまずボディに放っていきました。小野寺さん、今のところいかがですか。はい、いいです。あのちょっとスピードについていけない。どうしようどうしようと考えていると思うので、天心側としてはここ一気に来たいですね。だいぶ効いてますね。立ち上がった江端瑠衣、新年の三浦春馬が応援に駆けつけています。この表情どうですか。あ、もう効いてますね、はい。It often amazes me when the press and the media say that, you know, this guy Rui Ibata is the best in his weight class in Japan.ありがとうございました。引き続きこれからも応援よろしくお願いします。三浦春馬でした。